よし、ちょっと一瞬あの押すの忘れたな、やばい、死ぬと思ったんだけど。あいつアホじゃん。え、アホなん？押せばいいやん普通に。どうも皆さんこんにちは、スタキラです。ジャインをまあやっていこうかなと思っておりますね。わあ、こっからでしたね、びっくりしました。はいはいはい、確かですよ、確かここは終わったんすよね。あれ、あ、終わったよね、目開いてるってことは終わったよね。終わったね、多分終わった終わった。で前すごい驚いてですね、やめてと思って、やめてっていうか別にこのゲームが嫌いなんじゃなくてですね、あの怖すぎてですね、ちょっとやめてと思っちゃったんですよ。やめてと思ってやめたんですけど、そう、今回はやめてってならないんで、やめてとはならないですよ今回は。あ、ちょっとそれなりのね覚悟を持ってやってきましたので、で、囲いの中に同じ数字が入ってはならない、列の中に同じ数字が入ってはならないって書いてあります。あの頃はですね、僕頭が悪かったんでですね、ちょっと何をやってる、ここ来るんでね、ここ来るんで気をつけましょう。そうですね、来る、来ますよね、来るんなら早く来てください。おっと、ああ意外だったよ今のタイミングは。よ、今のタイミングは意外だよ本当に。なあお前、何お前、めちゃくちゃ見てくるじゃん。ここはですね、まあ2が正しいと思います。はい、でここ1、1、3、2、4ですね。で囲いの中も同じ数字はかぶってはならないと。はいはいはい、なるほど。はい、だからこれは4、絶対これは4で、これ1、4、2、3で OKOKOK で、これも4、はい OK で、これは2で、3、あれ3、はい、できました。はいはいはい、ぐにゅと、リアルですな。じゃあな、じゃあな、お前動くなよ、動くなよ、まあ動かなくて、わあ、うわあ、ええ、なになになに、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 ね、ウィーンじゃない、ウィーンじゃないの、ウィーンじゃない、今そういう時間じゃない、今ね、うわっ、はい、お、お久しぶりです。あ、これこの人ですね、なんだっけな、あの親鳥の子だっけ、親鳥の子とか、あとアケミタンとかに出てきてる子ですよね。子っていうか、まあ女の子ではないんでしょうけど、多分お面、多分お面外したらもっと可愛いと思うんですけど、まあなんか東宝とかで出てきそうですよね。まあ多分それはないんだろうけど。あーらまあ、やばいじゃん、めっちゃグロい。まあセーブするけど、セーブするけど、やだな。だってロードしたらまたこっからやんないといけないんでしょ。やだな、それはそれはしたくないですね。やばい、俺の体が変形し始めた、早くここから出なければ。そう、変形してる、いや確かに顔の色はですね似てると思いますよ、うん、だけどまだ大丈夫だよね、うん、あ、こんにちは、ウィス、何、仲間じゃないの、仲間だよね、仲間、友達、俺の元同僚、うん、そんな感じだと思うんだけど、違う？はい、俺はもうダメみたいだ、体の自由が効かなくなってきた、誰か俺を殺してくれ。いやー怖いですね、なかなか怖いですね。申し訳ないが、昼は NG。 あ、昼はちょっと殺せないなっていうあれなんでしょうね。もうこいつ出てきても、危ねえ、驚きませんもん俺、早いって、早いね、ほんと。これ動かないよね、動かないよね、あ、動かない、よかったよかった。多分ね、メモ帳書いてた人があの人なんじゃないでしょうか。お願いします、やっちゃってください。裸一人入ります。あー、逃げてるね。まあ多分やってくれるでしょう、そう信じてる。
あらまあ、結婚が、ああ、結婚がね。あら、目ぐられちゃったの。ちょっとこれ、持たない？あの、危険防止のために生きてたら困るじゃん。やられちまったぜ。血がドバーと出てきたぜ。そうか。わあ！わ、わ、わい！もう顔中血まみれ。あ、生きてたの。いや、割と真面目に生きてると思わなかったんだけど、めまいで視界がぐるぐるしている。はい。もう気が来る。至急治療してくれや。いやいやいや。動いてよね。ちゃ、死んでる？本当に。なになになに、あの、仮病とかじゃないの？仮病じゃねえや。死んだふりとかじゃねえの？あ、違う。あ、そう。そうか。ならいいんだけどさ。まあ、ならいいですよ。ふわっと。おっと。なんなん。ああ、もう、これで驚いてた俺がちょっとね。ありえないよね。ありえないっていうか、なんか、ああ、懐かしむ感じですよ。懐かしむ感じってなんだ。多分ね、いけるよ。よし、危ない。はいはいはい。いや、なんか一回あれで死んでみたいなと思ったから行ったんだけど、本当にいけるとは思わなかった。うん。なにこの、あの、監視みたいな。監視してるわけじゃないでしょ、俺のこと。わかんないけど。なに？何あいつ。多分見られたら追いかけられるよね。さっきは違ったけど。ちょっとバレてみます。わあ、やっぱ動き始めた。ちょっと逃げよう。早い、意外と早い。わーい。いや、理不尽だよ、そういうの。ダメだよ、そうやっちゃ。誰かで構わず、うん、ちょっと言えなかったけど、誰かで構わず切ったらダメよ。ぶった切ったらダメ。あ、セーブしてなかった。いや、セーブしとくか。これが多分スイッチになってんだよね。もう割とギリギリだな。ちょっとね、滑舌が悪くてね、ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけど、了承ください。了承くださいっていうか、ご了承くださいね。じゃあちょっとセーブしようかな。ちなみにこれやってなかったけど、多分やっぱりね、かかってるとは思ってたよ。あ、見られたよね。俺待って。あのさ、俺とお前の仲じゃん。どういう仲かわかんないけど、俺も。俺とお前の仲じゃん。あの、明美さんとさ、親子の鳥じゃねえや。なんだっけ？何の鳥だっけ？ちょっと忘れたけど。親鳥の子だ。親鳥の子って続いてさ、あの、付き合ってきた仲じゃん。なんでさ、そうやって俺を殺そうとする？よし、ちょっと一瞬あの押すの忘れたな。やばい、死ぬと思ったんだけど。あいつアホじゃん。アホなん？押せばいいやん、普通に。押せばいいやん。怖っ。なーに？なに？あの、なに？なんでちょっと移動してんの？何、君岩引けんの？引けるっていうか。
力なさすぎない？ 2 つ持てるでしょ。じゃあ10分経ったので、続きやっていきたいと思います。何？ちょっと待って、プラン考えよう。こいつから逃げるじゃん。で、鍵で開けるじゃん。あ、わかったわかった。やっぱりですね、このシリーズのファンですから、もう攻略方法はわかってます。はい。さっきのさ、スイッチ押したらわーってくるやつあるやん。あれじゃね？わかんないけど。あそこに行けばいいんじゃね？わかんないけど。いや、でもなどうしよっかな。でも多分あれなんだよね。あれで殺せるんだよね。でもまずね、追いかけてくるとは限らないよね。何にかけてんだと思うかもしれないけど、多分追いかけてくるとは限らないんだよ。多分追いかけてこないよ、彼女。でも追いかけてきたら潰してあげよう。潰してあげよう。あのね、潰してあげよう。多分下だと思うんだよね。わっ、俺移動したやん。俺移動したやん。俺移動したよね。移動したやん。移動しても、え、何、岩が勝手に戻ってくるシステムなの？困るよ、それは。それは困る。ダメダメって、なんかゲームになんか文句言ってますけど、あれ、それはダメ。よくない、よくない、とてもよろしくない。お行儀悪い。ダメ。え？待って。あ、ちょっと別攻略方法思いついちゃったかもしれない。こう行くやん。こう行くやん。あ、死ぬわ。いやー、めんどくさいですね。ちょっともう攻略方法は分かってんですね。分かってんだすよ。分かってんだすよ。分かってんだすよじゃないね。分かってんだすよはよくない。なんか、日本語じゃないね、まず。こう。まずこうですね。ちゃんとやっていこう。別の攻略方法分かったかもしれないとかじゃなくて、普通に正規ルートでいこう。正規、なんか、複数あるみたいな言い方したけど、別に複数あるわけじゃないけどね、多分。こういうわけだよ。これで追いかけてくるじゃないですか。で、ここで閉じ込めるじゃないですか。で、ここで閉じ込めたら、わーって押すじゃないですか。こいつバーカーだからもう一回押すじゃないですか。あ、わわわわーってなるじゃないですか。そっからですね、ここのドアを入るんですよね。そこにはですね、鍵があるんですよ。鍵を取ってですね。じゃあまあ、こっちに行きましょうか。で、こっちに行ってですね、まあ、とりあえず、後ろを向いた瞬間に行きましょう。一応ですね。一応、はいはいはい。多分足音に気づいたんだろうけど。はいはいはい、こっちですね。こっち行きましょう。なかなか怖いな。お、いい感じね。なんか遅く出てきてくれたけど。おー、やった。多分走れば間に合ったと思うよ、君。走れば間に合ったよ、あの人多分。走れば間に合ったのに、ちょっとなんでなんか梅干しみたいな顔してるけど。わー、何？何？あっち通れって？あっち通れって言ってんの？バカかよ。アホなの？あっち通れって言ってんの？いや、通れるわけ。通れるわけっていうか、本当に通れなかったわけなんだけどさ。え、どうすればいい？え、どうすればいいの、マジで。何？話しかけろって？無理だよね。え、ちょっと通れなくない？あのじゃがいもに食らうしかなくない？え、ちょっと待って待って待って、できないできない、本当に。
あ、分かった。俺の発想がダメだった。こっちに行けるとかないね。ないよね。あるわけないよね。え、なになになに、どうすればいいの。な、梅干しと喋んじゃないの。え、死んでる。なんで。じゃ、ちょっと下行く。はい、出ました。はい、出ました。生きてるみたいな。それ大体困るんですよね。はい、それやられたら困るんですよ。まあ、セーブしますよ。とりあえずセーブしますわ。とりあえずセーブしてですね。なんであれで生きてる、ちょっとよくわからないですわ。都合良すぎない、そいつ出んの。ちょっと都合良すぎると思うんですけど。どんどん上の階に登ってきてる。とりあえずまあ、うわー、なーに、出口、あ、マジで、どこがやねん、どこ出口な、マジでどこ出口な。あー、閉まってる、閉まりがいいね。ちょっと自分でも何言ってるか分かりませんが、締まりがいいですね、ここらへん。あ、なーに、なーに、なーに、こいつは動くんじゃない、なーに。ってことでちょっと今回は終わりにしていきたいなーって思ってます。だって怖いもん。ご視聴ありがとうございました。